賑やかな夜を楽しむならカムロ町はうってつけの街だ。だがネオンの光が眩しいほどその影は暗くなる。この街を牛耳ってるのは東日本最大のヤクザ組織東条会。カムロ町はディープな場所で刺激的な魅力にあふれてるが、同時に危険も増えていく。例えば遊び半分で盗みを働く若者たちの窃盗団。闇サイトで集まったメンバーは互いに顔も知らないという。警察はまだ彼らをただの一人も捕まえられてない。でも最近カムロ町で最大の話題はこれ、連続殺人だ。 この3ヶ月の間に関西から来たヤクザが3人殺された。構想中の東条会が見せしめにやったと言われている。こいつも目をえぐられてますね。3人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかってない。そんな町の片隅で俺は探偵事務所を開いている。ただ一人の従業員にして俺の兄貴分、海藤さんは元東条会系のヤクザだ。そして俺は矢上隆行は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。これ今月分の給料ね。悪いけど残りはまた。お前の取り分は？いや、こいつは依頼人に渡す分だし、俺の分はまあそのうち。そっか、また源田先生のとこに行ってみるわ。なんか仕事ないかって。あそこの法律事務所最近暇そうだぞ。ちゃんと仕事してんのか、あのちょい悪親父。うちのお得意様にそういう言い方はやめない？なら古巣だからって手ぶらで行くなよ。菓子折りぐらい買ってけ。ちゃんとカッコつけろ。なんか苦労かけるな。それは言わない約束だろ、お父っつぁん。そういや、天下一通りのコンビニ限定もんのどら焼きがあったぞ。箱入りのやつ。え？源田先生、筋金入りの和菓子派だったろ。なるほど、じゃあ手土産はそれだ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい、待てこら、兄ちゃん。おめえ、今どら焼き買ったな。だがそいつは置いてけ。は？なんで？ありゃ最後の一個だったんだよ。俺らが食いてえ瞬間に買ったおめえが悪い。ですよね、兄貴たち。おお、いい感じに頭湧いてんな。だとこら！何やってんだターボ。羽村の頭。話せ俺。ターボがチンピラ相手に喧嘩売るわけねえもんな。となるとお前ら誰に手出したか分かってんのか。いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ。俺の言ってること分かるか。いや、よしてくださいよ、そういうのいいんで。よかね。こういうのはよ、松金組のメンツの問題なんでな。ケンゴ、お前まだターボに会ったことなかったな。顔を覚えとけ。探偵の矢上さんだ。はい、よろしくお願いします。こいつは昔親父が学費の面倒を見て弁護士にしたんだがよ、腕が良すぎてマジモンの殺人鬼まで無罪にしちまったんだ。マジっすか、すごいっすね。優秀だろ。まったくこんなとこにいちゃもったいねえ。ええええところがな、その殺人鬼はシャバに出てきた途端今度は自分の恋人ぶっ殺しちまったんだよ。マジっすか。結局それで死刑よ。そういやあいつもう吊るされたか。執行はまだです。早く済ませりゃお前もすっきりするのにな。あ、これ例の探偵から取り立てた金です。もううちの取り分を引いてあるんで
あとどうぞ。おう、板についてきたじゃねえか、取り立てや。おかげさまで。ふん、カイトのやつは元気か。ええ。なら一つ聞いといてくれや。うちを破門にされたもんがいつまでこの町にいるんだってよ。お前も親父のお気に入りでいるうちは多めに見ててやる。松金のおやすん、お元気ですか。素人が余計な首突っ込むんじゃねえよ。ああ、行くぞ。よ、沙織ちゃん、これどら焼きね。限定もんだって。源田法律事務所は俺の古巣だ。3年前に辞めて以来顔ぶれは少し変わった。どうも八神さん。星野君、どう、ここはもう慣れた？皆さんよくしてくれるんで。優秀なんだろう。司法試験でもトップクラスだったって。ならもっと大きな事務所でも行けたろう。いや、なんてこと言うんですか。聞こえてるぞ、八神。源田先生、どうも。俺には生みの親を入れて親父と呼べる人が3人いる。この源田先生もその一人。俺が弁護士になる前からこの事務所で働かせてくれた。新谷先生はどちらに？夕方から見てねえの。まあちょうどよかったじゃねえか、顔合わせずに済んで。え？お互い嫌いだろ。お前らどっちも相手をバカだと思ってるからよ。まさか、尊敬する兄弟子ですよ、それをバカにするなんて。うちの仕事が欲しければあいつともうまくやれよ。お前はもっとお先輩に敬意を払ってだな。あ、源田先生、どら焼きどうです？先生なら絶対気に入ると思って。あ、あれ、全部言っちゃった。半分なら残ってます。なあ、沙織さん、なんかうちに回す仕事ないです。僕が八神さんに仕事頼むなんて、そんなの恐れ多いですよ。
なんか仕事ありませんか、源田先生。仕事な。そもそもお前いつまで探偵なんか続けんだ、こんな危なっかしい町で。平和な町じゃ仕事になりませんよ、探偵は。借金の取り立てが探偵の仕事か。まあ仕事がないよりはいいかと。そりゃ探偵じゃねえだろう、何でもやだ。もともとそんな感じで始めた家業ですから、俺の場合。なあ八神。はい。お前もう弁護士に戻る気はねえのか。ありませんね。どうしてもかよ。見てください、俺のこの目。うん。こいつは人が善人か悪人かまるで見分けられないんですよ。そんな奴に弁護士なんて任せちゃダメです。3年前の件なら、あれはお前のせいじゃねえぞ。あれはお前が優秀な弁護士だからこそ起きた事故だ。事故だとしても俺はあんなの二度とごめんなんですよ。仕事ないですか先生。暇にしてるとあの日のこと思い出すんです。エミちゃんの遺体が目に浮かんで、だから何でもいいんで、ずっと忙しくしてたいんです。離婚裁判の証拠集めは例によってラブを張り込んで証拠写真を撮影、それから尾行とゴミ漁りだ。やるか。いいですね、もちろん喜んで。お手上げだな。後で資料送っとく。次来るときは手土産いらねえぞ。金が余ってしょうがないってときだけ持ってきてくれ。了解です。源田法律事務所です。え？ええ、います。わかりました。八神さん、新谷先生から。ん？裁判の証拠集めを頼みたいそうです。殺人事件の。殺しの？なんだよ、うちにそんな案件あったか。いえ、私も今初めて聞きました。八神、さっきの離婚裁判は忘れていい。新谷を手伝ってやってくれ。殺しの弁護なんざうちも3年ぶりだ。新谷先生、太平通りのバーにいるそうです。すぐ来てほしいと。太平通りのバーってテンダー？そうです、バーテンダけって。
く時間食っちゃったよ。バーテンダーは20年前俺がカムロ町で初めてバイトしてた店だ。マスターはその頃から老けてたのか今もあまり変わってない。ターボか、奥に新谷先生来てるよ。ああ、仕事の話なんだまた来ちゃった。あんま飲みすぎんなよマリネ。あの人ターボーの連れなの？仕事相手、今日のクライアント。うちの仕事が欲しけりゃもっと早く来い。遅すぎんぞ。急な呼び出しに遅刻もないだろう。妙な先輩風はよしてくれ。一杯飲ませてもらいます。俺の金でか？いや、源田事務所の交際費ってことで。東条会の松金組若頭、羽村恭平。お前はよく知ってるな。今日もさっき会ったよ。羽村の頭が依頼人？ああ、逮捕された。殺人と死体遺棄でな。マジで？マジだよ。で、松金組からうちに弁護の依頼が来ちまったんだ。まあ、松金の組長は裁判ごとじゃずっと源田先生を頼りにしてきたからな。でも今回はなんであんたが？はあ、源田先生が俺の名刺渡してたらしくてよ。ったく、なんで俺がヤクザの弁護なんて。ご愁傷様。これからカムロ署で羽村に接見する。お前も一緒に来い。俺と違ってヤクザには慣れてんだろ。かもね。接見の前に事件の大筋を共有しておく。まず被害者は関西恐霊会のヤクザだ。1週間前、カムロ町のゴミ捨て場で死んでるのが見つかった。おい、その事件って？ああ、死体の目がえぐられてたって例の事件だ。警察は羽村をその犯人と見ている。でかい事件だな。今までに目をえぐられたヤクザは3人。同一犯の連続殺人なら相当注目されるはずだったんだがや。ん？初めの2件は羽村にアリバイがあった。で、警察は3件目についてだけ羽村を犯人と言ってんだ。連続殺人じゃないと？ああ、3人死んでて全部未解決じゃ警察もカッコつかねえ。だから多少強引だろうが、今回のだけでも片付ける気なんだろう。どうせ被害者はヤクザだ。世間もうるさくは言わん。警察が羽村を逮捕した理由は？理由は2つ。被害者はカムロ町に進出してきた関西ヤクザで、もう何ヶ月も東条会と抗争している。となると十中八九殺したのは東条会系列のヤクザだ。で、羽村もその一人。もう一つの理由は？
事件当日、羽村は被害者と口論をしていた。事件前に被害者と喧嘩してたからってことか。実際に羽村が殺したのか。あんたはどう思う？そんなのわからねえし、どっちでもいい。依頼人が無罪を主張するなら俺も法廷でそうする。それが弁護士の仕事ってもんだ。羽村は事件のことなんて言ってんだ？やってないと言ってるそうだ。警察の言いがかりだともな。じゃあ無罪を主張するってことか。もう十分分かったよ。そろそろ店を出よう。先に行っててくれ。俺は何本か電話かけてから行く。神室署までタクシーで行っていい？分かった。もう行くのか、タボ。珍しく忙しそうじゃない。まあね。今度お前さんに仕事頼みたいって客がいたんだけどな。まあまた時間あるときに話そうか。仕事もらえるんなら助かるよ。ならまた手が空いたら来てくれ。